諦めてたまるか。駆逐してやれ、一匹残らず俺がこの手で。普通に考えれば簡単にわかる。こんなでけえやつには勝てねえってことくらい。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？そんなの決まってんだろ、俺がこの世に生まれたからだ。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。何としてでも勝つ、何としてでも生きる。人類の力を思い知れ。生まれた時から自由だ。どれだけ世界が恐ろしくても、どれだけ世界が残酷でも、戦え。その一歩は小さなものかもしれん。しかし我々人類にとっての大きな進撃になる。